チャチャワールド石越とは宮城県登米市にある遊園地である。1995年、旧石越町が町おこしのために整備した施設で同年4月29日に開園した。もともとチャチャワールド石越の場所は里山だった。隣接する地域に高森公園と呼ばれる町民の森があったが、特段の整備もされず営業者の休憩場所程度の公園であった。 この殺風景の高森公園に近隣の住民が数十本のアジサイを植えたところ土地に適応してよく育った。これに目をつけた石子市長は高森公園をアジサイの名所にしようと順次整備を行い野外活動施設も併設して公園の基礎を作った。竹下内閣の際、ふるさと創生事業が提唱され石子市長でも1億円を手にしたが石子市長では1億円の使い道を 町民アンケートで調査した。その際、高森公園整備という意見が多く出され、これをきっかけに、後の茶々ワールド構想が始まった。もちろんこの時に、高森公園整備を期待した多くの町民は、現在の茶々ワールドのような、遊園地を夢見たわけではなく、あくまでも、町民がいこえる森としての整備を期待したもので、あろうが、折しもバブル景気の時期とも重なり、町では、 ふるさと創生事業とは切り離し、一大観光スポットとして整備計画を立てることとなる。石越町は第一次産業主体の町で、特に観光名所もなく同じ止め群内の人々からも、石越は何群と揶揄されるほど存在感がなかった。そんな中リゾートブームに乗り観光地を作り上げることは、観光収入や地域売名の意味では大きな意味を持っていた。 チャチャワールドの整備計画では、事業費、約20億円を投じているが、この額は、町の年度予算に近い額であることからも、旧石子市長が、チャチャワールド石子市に期待したものは大きかった。シパークゴルフ場を建設するため2017年10月から、休園していたが、2019年4月に、リニューアルオープンした。開園にあたり石子市長が整備していたアトラクションは、 ファンシーボートファンシーサイクル、登山電車、マッハコースターレーシングサーキットと、ドングリ山の冒険砦だけであった。開園準備に当たっていた、運営主体の株式会社石子市では、開園に先立ち遊具が少ないことに不安を感じ、開園の1ヶ月前に、石子市長と協議の上、ちびっこサーキットとゲームハウスを整備してもらい、また遊具業者との契約の上でふわふわランドを設置して、 本営業に備えた。しかしながら、本営業を開始してみると、やはり遊具不足は、顕著に見られ、運営主体の株式会社石越では、遊具拡張整備にかかることになる。まず既存アトラクションのうち絶対数が不足していた、ゴーカートとボートの台数を増やし平成7年夏までに、これらアトラクションの収容能力を高めた。ついで同秋には、栃木県の丸山工芸者と提携して、 スリラーハウスを設置、また n 内 u 覧用の中中トレインを、マサゴ工業から購入、平成9年春に導入した。丸山工芸者との関係はさらに続き、以後スカイサイクルメルヘンボックスメリーゴーランドを、提携により設置していくところとなり、一応の遊園地としての体を成した。近年みんなのパターゴルフが開設され、現在12のアトラクションを有する施設となった。 なおこのみんなのパターゴルフは、石子市長が整備したもので、ジャチャワールド石子市内には、行政財産として6アトラクション、法人財産として6アトラクションが存在することとなる。詳細は公式 HP のアトラクションガイドを参照。入園料、無料、公式1、アトラクションを利用する際には別途、乗り物券か遊具パスポートが必要。乗り物券は1枚100円。 11枚綴り券が1000円。遊具パスポートは、幼児パス1500円、小人パス2200円、大人パス2500円で、当日限り有効、公式1、遊具によって利用条件が違う。休業日チャチャの響きを聞いて、多くの人が、おもちゃのチャチャチャを連想するが、同様をもじって命名したわけではない。チャは、チャイルドに由来し、子供を示すチャイルドと大人も同心に帰る。 同心を示すチャイルドを掛け合わせ、子供と共に大人も同心に帰る世界という意味から命名された。この名称は公募によって選ばれた名前である。なお入園口には英字でチャーショーワールドと表記されているが、これはチャチャの部分をあえてローマ字表記したものである。英語表記にするとシーキワールドになってしまうからである。また北海道生田原にもチャチャ。 ワールドという施設が後念できたが、施設名称公表の後、メディア等の指摘によりすでに、チャチャワールド石越が存在していることが明らかになる。建設にあたった、イクタ原町から石越町に問い合わせがあったが、石越町では、地理的に離れていることや、チャチャワールドが博物館的要素が強いと思われる施設であったことから、そのまま使用することを承諾した。また一般には、 チャチャワールド石越という名称が知られているが、正式名称はあくまでも高森公園である。これは前述したようにもともとあった高森公園を拡大改修したことに由来しており、行政の持つ条例などでは高森公園として扱われている。チャチャワールド石越の園内構成を見ると、桜の丘スペースが広く空いている。実は、この区画には、レストランと売店を兼ねた建物が建設される。 計画だった。また、どんぐり山広場は、グラスバギー場として計画されていた。いずれも当初計画にあったものだが、計画途中で、町財政上の理由から2期計画として、整備を先送りした。しかしこの2期計画はそれ以上なんだ具体化されることなく全くの白紙撤回となった。レストラン胸計画の名残を見ることはできないが、グラスバギーと、 コテージについては、園内ボート乗り場脇の案内看板に名称が残っている。コテージ整備に関しては、レーシングサーキット上段の空き地に予定されていたものであり、現在でも配電設備が埋設されたままである。なおコテージ整備事業とは別に、ツリーハウスを後年設置したが、このツリーハウスの本来の目的は、野鳥の観察設備名目で、国の補助事業を利用して整備したものだ。 設置後数年間は、コテージガーディとして運用していたが、平成16年の、みんなのパターゴルフ整備により閉鎖されたキャンプ場と、共に現在は使用していない。レストランと売店は、その計画が先送りされたことから別にこれを用意、しなければならなくなった。レストランについては、管理棟に設けられるはずだった、ファストフードスペースを代用し、売店についても同じく展示休憩スペースとして、 設計された施設を流用して営業を開始した。現在でもそのまま利用しているものであり、レストランとしては手狭な施設であることや売店に適さない形状の建物で営業しているのはこのためである。所在地宮城県富め市石越町南郷あざ高森100、面積24ヘクタール。ありがとうございます。